It's time, 9 p.m. You are listening to 88.8 Smoking Radio You call sexy My music, my life Good evening from Radio Kagoe And welcome to My Music, My Life With me, Yuko Saksi And guys, how's your weekend? Do you feel tired or refreshed?皆さんこんばんは。日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。 88.7MHz FM ラジオカーゴへ。この時間は旅するサックスプレイヤーの UKO ゆうこサクシーがお届けしております。 My Music My Life。 この番組は主にインストゥルメンタルミュージックとオートバイについて熱く語る30分間、どうぞよろしくお願いいたします。ちょうど昨日私ゆうこさくしの、CD デビュー16周年ユーカホリック10周年の記念コンサートが渋谷 JG ブラッドで行われました。平日にもかかわらずね、たくさんの方がお越しくださいまして、本当に本当にありがたき幸せでございます。いやー、ということで若干声がまだ疲れている感じなんですけれども、無事にね、本当にまた一つ年を重ねられることができました。ありがとうございます。昨日のラインナップはですね、主にユーカホリックでよくやっている曲をピックアップしてやりました。ユーカホリックっていうのは、日本の曲をジャズやポップスにアレンジして、あ、こんな曲もこんなになっちゃうんだとかね、知らない方は、あ、こんなに素敵な日本の曲あるんだというふうに再確認プラス再発見みたいな感じで、そんなコンセプトでやっております。で、この10周年の、10周年とか10年間の、やってきたカバー曲の中の総選挙ということで、人気投票で、10位から1位までね、昨日はプラス、ゲストのボーカルさんを入れて行ったんですけれども、どうだったでしょうか。皆さんの予想通りいったでしょうか。なので、普段はあのセットリストを考えるときってやっぱり流れを考えるじゃないですか。1曲目はちょっと盛り上げて、ちょっと盛り上げて、真ん中ぐらいはちょっとバラードを入れて、まあ、一番最後はまたやっぱり盛り上げたいなとか、こう流れをね作るんですけど、今回やっぱ投票、人気投票順でやるので、そんなのはお構いなしに入ってくるんですよ。もうだからね、すっごいアゲアゲな曲やって、次もまたアゲアゲな曲やって、次もまたアゲアゲみたいな感じでもうね、かと思えば一番最後、あ、すごいしっとり終わるみたいなねいつもとまた違った、逆に新鮮な、セットリストになりました。順位の模様はですね、ユーカホリックの SNS、ツイッターで上がってますので、よかったらぜひ皆さんもチェックしてほしいなと思います。ありがとうございます。まあね、でも10周年、ユーカホリック10周年なんですけれども、これね、意外と昨日今日で気づいたんですけど、女性のバンドで10年続くって結構ないんですよ。ジャンル問わず女性のバンドってね、なんかほんと短命でまあアイドルしかりですけれども、やっぱりね、本当に何でしょうね、大体みんな解散しちゃうんですよ、数年で。なんですけど、うちのバンドね、本当貴重です、本当に。だからね、もうなんかこうやれるだけ自分たちがね、どうしわとかね、できてきちゃうでね、腰とかも上がってきちゃってもなんか仲良く、マイペースにゆるりと
この先も一緒にライブできたらなーなんて思っております。それでは本日も一曲お届けしたいと思います。12月ということですので、クリスマスソングかけていきたいと思います。 Alright, so now let's kick off the show with this track right here on Winter Wonderland from Dave Coles on sax. インストで映画音楽のコーナー。今夜はミュージカル映画の枠を超えた名作、若草の頃。中流家庭のゆったりとした4つの季節の情景を美しいカラー映像で描写したミュージカル映画です。ストーリーご存知の方も多いと思いますけれども、簡単にご説明したいと思います。1903年夏、万国博覧会を控えたアメリカ中西部の町セントルイスで暮らすスミス一家。姉のローズや兄のロンのように恋人が欲しい年頃のエスターは、隣に引っ越してきたジョンに恋をします。ある日、父アロンゾの転勤が決まり、ニューヨークに引っ越してしまうことになってしまうが、日本では公開は1951年。第17回アカデミー賞では4部門のノミネートをしまして、受賞はなかったんですけれども、興行的にも当時風とともに去りぬに次ぐ高い利益を上げたヒット作となりました。この作品を機に温かい家族を描いて、アメリカ人のノスタルジーを刺激する映画がブームとなりました。まあ戦後っていうのもあるんでしょうね、きっとね。この若草の頃っていうのは、現代だと Meet me in St. Louis、 セントルイスで会いましょうというんですけれども、1904年のセントルイス万博のテーマソングでありまして、その他の楽曲も1903年当時の流行歌が主に使われているそうです。その中でもですね、新たに作られた3つのオリジナル曲はいずれ怠らぬスタンダードナンバーとなっていまして、The Boy Next Door、 The Trolley Song、 そして Have Yourself a Merry Little Christmas。 特にHave Yourself a Merry Little Christmas はクリスマスのね、定番の曲として今なお歌い継がれている楽曲でもあります。私もこの曲めちゃめちゃあのクリスマスソングの中でも好きですね。クリスマスシーズンになるとライブでよく演奏しております。この曲を演奏した YouTube もあります。もう10年以上前の映像なんですけれども、よかったら YouTube で Have Yourself a Merry Little Christmas サックスバージョン、ぜひ探してほしいなと思います。そんな、私も大好きなこの曲を今日は皆さんに聴いていただきたいんですけれども、映画ですとね、歌詞入りの、主演のジュディ・ガーランドが歌っているのが有名ですけれども、ここはインストで音楽のコーナーということなので、今日はですね、ギタリストのリー・リトナーバージョンで、スムースジャズなバージョンで皆さんに聴いていただきたいと思います。そう、この曲は当初歌詞の内容は第二次世界大戦の兵士のために書かれた歌詞と言われております。それでは聴いてください。リー・リトナーによる Have Yourself a Merry Christmas。
ユーコサクシー My Music My Life。ゴーゴーオートバイのコーナー。このコーナーではバイクが大好きな方に愛車を熱く語っていただいたり、全国のおすすめツーリングスポットのご紹介や、初心者ライダーの私ユーコサクシーが初心者目線でバイクのあれやこれやいろんなことをお伝えしていきたいと思います。どうでしたか皆さん、今年の秋はバイクたくさん乗れましたでしょうか。私もね、何気に週1に近場ですけれども乗っております。今年は結構なんか秋晴れ続きましたよね。なんか11月すごくいい日がこうドライブ日和がいっぱいあったなと思うんですけれども、私は今年ラッキーなことに、東北から関西の方までこう北上、逆ですね、南下する感じでこう紅葉を見る機会がありまして、先日も11月の、後半ぐらいにですね、プライベートでお友達と京都に行ってきましたけれども、京都もね本当に一番いい紅葉ピークとちょうど重なりまして、まあその分すごい、観光客の方も多かったんですけれども、最高に素敵な、京都を堪能してきました。そんな京都なんですけれども、京都はねバイクツーリングはバイクとか車はねちょっと向いてないなって思ったあまりにもね、まあハイシーズンの時はかもしれないんです、まあでも京都はね1年を通してやっぱり大観光地なんで、もう至る所で道路がね動かなくなっちゃってたので、バイクちょっと向いてないかもしれない、バイク、車はもっとさらに向いてないかもしれないですけど、バイクもね、で結構道も細い狭いが多いので、私たちはですね、地下鉄電車を使って、あとねいろんなところにこうふんがしの、自転車があるんですよ。もう本当に30分100円とかそういう単位の、ではもうアプリでねピッてやって、これがかなりもういろんなところに返せるポイントがあって便利でしたね、すごくね。ちょい乗りするのには、自転車かなりおすすめでございます。そうなんですよ、今日はねちょっとねおすすめのツーリングスポットというよりはあんまりおすすめできないツーリングスポットということで京都を挙げてみました。で、まあちょっと話全然変わっちゃうんですけれども、京都でですね生まれて初めて、私は、座禅体験っていうのをやりました。やらせていただいたのはですね、JR 京都駅からもとてもすぐなんですけれども、東福寺の中の少林寺という勝林の寺と書いて少林寺さんで、座禅体験を初めてやったんですけれども、皆さんはやったことありますでしょうか。なんとなくね皆さんも想像つくと思うんですけれども、足をですねまずあぐらみたいな形をしてですね、足の裏を太ももの上に乗せます。そしてもう片方も頑張って反対側の太ももに乗せるんですよ。まずねこれができる人がね本当に少ない私が、座禅体験やった時は 4,50 人ぐらいいたんですけれども、できたの私ともう一人女の人だけでしたね。この両方足の裏を上に乗せる、自分の太ももに乗せるっていうのがね、片方できる人は大体いるんですけど、両方できる人、そして足の裏を天井に向けるのが正しい姿勢らしくて、まあいろんな宗派があるんで
こういうやり方じゃないとこもあると思うんですけど、私が行ったところはそういう風にまず足を構えて、で手を前で組んでっていう形を取るんですけど、でお坊さんが木の長い棒を持ってこうなんか集中してない人の前で肩をバシッと叩くっていうイメージなんですけど、まあ本来はなんかそのなんか雑念が入ってるような人にこうねカツを入れるバシッとやるそうなんですけれども、今あの体験なんでね、それをね本当にやってしまうとあの人にとってはあの体罰みたいになってしまう場合もあるので、バシッとカツを入れてほしい時はお坊さんがねこう前を通ってくれるので、自分の前を来た時にこう手を合わせて合掌すると、こちらからね自分の方から叩いてくださいっていう感じで、でこうちょっとかかんででバシッとやってもらうんですけど、あれね結構音がいいんですよ、音がそれなりにあの痛くはないです、はっきり言って痛くはないけど、それなりになんかこう不思議なものでこうすっきりすると言いますかね。で座禅をしている時はよく無になりなさいなんて言うんですけれども、もう最初からそんな 無ってやっぱ難しいですよね、何も考えないのってね。なのであの座禅体験の時は無は難しいので、自分の過去現在今を見つめ直してみてくださいっていうふうに言われまして、なんか私普段過去を振り返ることなんて全然なかったのでこれ見よがしにですね、もう本当に生まれた時から今現在までを振り返ってたら、なんかこう泣けてきてしまいましてたまにはこうやって過去をちゃんと見つめて振り返るのもいいなと思いました。このコーナーではバイク大好きな人のインタビューも募集しております。ゆうこサクシーのツイッターまたはインスタグラムのバイク専用アカウントUKOBIKEをぜひぜひフォローしてくださいね。以上、ゴーゴーバイクのコーナーでした。サックスプレイヤーゆうこサクシーがお届けしておりますマイミュージックマイライフ、そろそろエンディングのお時間となりました。そう、京都でねもう一個面白いことがありまして、こう、河原町、四条河原町三条かあたりを普通にブラブラ歩いてましたら、突然ね12年前ロンドンで出会った日本人の男の子にばったり会いまして、すごくないですかこれって。その12年前以外全く連絡とか取ってもなかったのに、あっと思って私その場で思い出して、って思って声かけたら、今はなんか京都で、ゲストハウスを経営しているらしく、あ覚えてるよって言ってくれて、当時ねロンドンで私ストリートライブやってた時に写真撮ってくれたんですよ、すごく素敵な。で、あロンドンで会ったねって言ったら、いや何言ってんの、ニースで海で泳いだじゃんって言われて、フランスのニースでも一緒に合流してたなんてもうスーパーミラクルだなと思ってでさらに初めて日本で会いましたすごいですよね、ロンドン、ニース、京都ですよ、ばったり会ったのこの3回。なので次回はねちょっと今回はあの、ホテルねちゃんと予約しちゃってたのでね、次回はねちょっと行ってみたいなと思っております。いやー嬉しいですね本当にね。ではいつメッセージ読みたいと思います。ラジオネームぐーちゃんさん、ゆうこさんこんばんは、昨夜の JG ブラッドとてもいい夜を過ごさせていただきました。3年ぶりの生のゆうこさんはますますパワーアップされていて、エネルギーが溢れていてとても素敵でした。ゆうこさんの姿を久しぶりに見ることができ思わず泣いてしまいました。これからまた忙しい時期が
続くと思いますが、体調に気をつけてご活躍ください。ありがとうございます。来ていただいたんですね。しかも3年ぶりだったんですね。もうね、嬉しいですね。パワーアップしてましたか？本当に。本当ですか？もう信じますよ、その言葉を。ありがとうございます。ぐーちゃんさんには、なんと CD1 枚プレゼントしますので、お楽しみにしててください。12月、あとライブがですね、12月の10日土曜日、徳島県であります、徳島県ご当地バー。そして12月の17日土曜日、宮崎県星の指輪。そして12月24日の土曜日、参加型ライブのカンカラフェス。詳しくはウェブサイトをご覧ください。お待ちしております。この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ UKO ラジオでつぶやいていただければ番組内でピックアップしていきます。またゆうこ作詞公式 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもやっていますので、ぜひともフォローやチャンネル登録していただけるとありがたき幸せです。それと時間が遡ってしまうんですけれども、日曜日の夕方5時からラジオ川越、小川和正の釣りバカ仕事人という番組で、ゆうこ作詞はアシスタントと音楽を担当しています。こちらの番組ではゆうこ作詞の曲がたくさん流れますので、ぜひともチェックしてくださいね。 Alright、 それでは皆さん、また笑顔で第1、第3日曜の夜9時ラジオ川越でお会いしましょう。お相手はサックスプレイヤー UKO ゆうこ作詞でした。 Thank you for listening to my music my life on Radio 川越。 See you!